弁慶橋。昭和初期弁慶橋は、現在東京都千代田区清井町と、港区元赤坂一丁目にある弁慶堀の上に、架かる、コンクリート橋。当初は、神田松江町と岩本町の間を流れる、藍染川に架けられていたが、後に現在地へ移動された。弁慶橋は、江戸城武神に携わった大工の棟梁であった、弁慶小左衛門が架けた橋に始まり、 彼の中から、弁慶教と名付けられたと伝えられる。かつては、神田松江町と岩本町との間にある、藍染川下流にかかっていたが、1885年に、藍染川が下水道工事で埋められると弁慶教も不要となり、撤去された。しかし、このまま名橋が失われるのは、惜しいということで、1889年に、清井町から、 元赤坂一丁目に通じる道筋にある江戸城外堀へ、元の弁慶橋の廃材を利用して架橋された。堀は橋にちなんで弁慶堀と呼ばれるようになり、橋がなくて困っていた両岸の住民は大いに喜んだという。橋は繊細により、被害を受け、しばらく欄干がないまま使われていたが、1951年10月に修復工事を終えた。新しい欄干は、 基礎ヒノキが用いられ、被災以前の姿が再現された。さらに1985年に改築されたのが、現在の弁慶橋である。本体は、コンクリート製であるものの、木製の欄間や古風な木星から、外国人を含む観光客に人気がある。太平洋戦争後に荒廃していた弁慶堀を、小林義光が費用を負担して清掃し、千代田区の許可を得て、 ボート乗り場を開いた。平成時代になってからは、釣り堀も併設された。藍染川は、江戸時代には、現在の神高なもの通りの一本北の道筋に、流れていた、川幅一軒ほどの小川であった。八つ川から流れ出し、下流は、忍ばず池に流れていた。名前の由来は、川の周辺に、荒野が集まっており、その水を使って、藍染めをしていたからという説が有力である。 1884年、人家が増えたことで下水の通りが悪化した東京で、衛生状態を改善するために、初めて近代下水道が建設されることになると、藍染川もその対象となり、工事の結果、川や、そこにかかっていた橋は姿を消した。弁慶橋の他には、新橋、高野橋、潮見橋、白壁橋、家門橋などがあったというが、詳細については、 あまりわかっていない。ありがとうございます。